皆さんこんにちは、リコです。配信されたニュースで気になる記事をピックアップしました。生活が苦しいと感じる世帯は 59.6% に上り、前年比で 8.3 ポイント増えました。これは厚生労働省が5日に発表した2023年の国民生活基礎調査で分かりました。子供がいる世帯や高齢者世帯では前年から10ポイント以上の増加で、物価高などでより厳しくなっている家計の状況が浮かび上がったということです。調査では全国の約7000世帯を対象に23年7月時点での生活意識を尋ねました。大変苦しいが 26.5%、 前年比 6.3 ポイント増、やや苦しいが 33.1%、 2.1 ポイント増となりました。年代別に見ると苦しいとの回答は高齢者世帯で 59.0%、 10.7 ポイント増、子供がいる世帯は 65.0%、 10.3 ポイント増となり、いずれも大きく増えました。これは今もなお続いている物価高騰が影響している可能性があるということです。また厚生労働省は5日、2023年の国民生活基礎調査結果を公表し、生活が苦しいと感じる世帯は 59.6% と前年より増加し、1世帯あたりの平均所得は 3.9% 減っていることが分かりました。近年、原材料価格や輸送費の高騰、歴史的な円安などの影響で、日本では物価上昇が止まりません。国としては電気代やガス代の補助、そして給付金の支給、定額減税などあらゆる支援を行ってきました。今現在行われている支援策や給付金もありますが、もうすでに受け取っており、今現在の支援が対象外という方でも、これから実施される、もしくは検討中である支援策もあるんです。これからますます需要が高まる電気代、そしてガス代については、8月から10月にかけて補助を実施。ガス代については前回同様、プロパンガスは対象には含まれておりません。可能性があるとすれば、各自治体でも支援策を行っており、前回も地域によってプロパンガスの支援がある地域もありましたので、お住まいの地域の情報もチェックすることをお勧めいたします。そして年金生活者、低所得者世帯への給付金の検討も6月に首相が発表しています。まだ検討という段階なのですが、物価高による家計への影響がより大きいと考えられる世帯への支援策として検討しているということです。あとはガソリン代抑制に向け、石油元売り会社に支給する補助金も年内限りは継続すると表明しました。これから国が行う支援策としては、ただいまお伝えした内容なんですが、支援策があるのはとても嬉しいことですが、それでも生活が苦しいと感じることもあるでしょう。国とは別に各都道府県や市区町村でも支援策を行っています。これは自治体ガチャと呼ばれていることもあるくらい、住んでいる地域によって支援策はバラバラなのですが、もしかしたらあなたの住んでいる地域にも助かる支援策が実施されているかもしれません。調べ方がわからないなど、そういった方は役所へ相談しに行くと、対象である支援策の紹介、生活保護制度、給付金をもらいながら職業訓練が可能な求職者支援制度だったりと、ご自身に合った支援策を紹介してくれることでしょう。止まらない物価高騰で不安が続く日々となっておりますが、少しでも早くより良い方向に向かうよう皆さんで願いましょう。こちらのチャンネルでは、日々様々な支援策や給付金、役所などが教えてくれない助かる情報などをお伝えしております。わかりやすく聞き取りやすくをモットーに配信しておりますので、皆様のお役に立てたら幸いです。その他お金に困らなくなる3つの知識としてブログも書いています。概要欄上部に掲載しておりますので、ぜひチェックしてみてください。
では、皆さんいつも高評価とコメント本当にありがとうございます。これからも給付金やお金関連さまざまな分野で皆様の生活のサポートができるよう頑張りますので、高評価とチャンネル登録の方もぜひよろしくお願いいたします。この動画が皆さんの参考になれたらとても嬉しいです。それでは次回の動画でお会いしましょう。今回の動画は以上になります。最後までご視聴ありがとうございました。